まあ、最初に話を受けた時は、まあ、その印象としてその、まあ、常にもうあの名作として名高いんで、まあ、難しいっていうので最初はまあやりたくなかったんですけど、まあ、話を受けて、まあ、ある程度じゃあ自分らでちょっと改めて見てみるって言ってプレイしてみんなで意見を一回出した時に、まあ、名作とはいえ今見るとやっぱりまだ改善の余地はあるよねっていうのが、まあ、感じられたんでチーム内でもそこにちょっとこう、はい、こう光が見えたという感じですね。でゲームプレイに関しては、まあ、操作性の部分でちょっと独特の、まあ、あの操作の部分がやっぱあったので、まあ、そこはもう真っ先に直そうっていうところと、まあ、ゲームメカニクスに関してもちょっとまあ今やるんだったらもっといろいろできるんじゃないかっていうので、まあ、カドリの方とか中心にその辺もちょっといくつか思い当たるところがあったので、まあ、そこから始めた感じですかね。どうですか。はい、まあ、開発当初で、まあ、ちょっと掲げてたのが QTE をなくしたいねっていうのが、まあ、ありまして、でまあさすが今のゲームでああいうのってあんまり流行らないよねっていうか、まあそんなに、まあ、ユーザー的にも嬉しくないかなっていう要素だったんで、まあ、それに代わる何かを考えてたんですけども、まあ、原作だと、まあ、例えばクラウザー戦があってそこでまあナイフの、まあ、ナイフ同士で戦うっていう攻防があった時に、まあ、パリみたいなシステムがあったら、まあ、それを表現できるんじゃないかなってちょっと考えて、でまあ全体的にひょっとしたらまあ村人も武器とかで殴ってくるんで全体的に使えるんじゃないかなってっていうので今回入れたのが、まあ、パリのシステムとかだったりしますね。 QT っていう形だったのをもっとどっちかというとゲームの中にもう慣らしていったというか、うん、溶け込ませていった感じですよね。はい、常にできるような感じのシステムとして入れ込んだって感じですね。ただ個人的に多分カドリがナイフ好きですよねというか、まあ、まあ勝手なイメージつけられてるんですけど、ね、うん、まあ常に持ってるものって銃かナイフしかないわけじゃないですか。なんでまあパワーアップさせるんだったらどっちかなんですけど、まあ、銃ってもう撃つしかないんで、まあ、ナイフだったらいろんなアクションがまあできるんでそこで広げて、まあ、より何か面白いできないかなっていうのを常に考えますけどね。そうですね、あのまあパリとかできた時に結構、まあ、そこから原作やったら原作でもパリしたくなるんで、まあ、そこら辺でもまあちょっと面白くなったかなと思いましたね。まあ、何よりやっぱまずゲームがそもそもあの時代から随分進化してるので、まあ、そこに対してやっぱ今見るとさすがに古いと感じる部分はあって、一本道なゲームの部分だったりアクションに関してももっと今時のゲームって選択肢が増えてたりとかするのが、まあ、あるので、まあ、よりまだ進化できる余地があると、はい、まあバイオ4のそのシステムをリメイクするのにあたってメカニクスとして改善の余地があるかなと思ったところの1個がそのプレイヤーのアプローチの幅を広げるっていうさっきも言ったところで、やっぱ今時のゲームって戦う一辺倒じゃなくて逃げるだったりステルスするだったり、まあ、いろんなちょっと選択肢があってその中でどれでいくかっていう幅があるとか、まあ、これがうまくなかったらこっちの方がうまくいくみたいなトランドエラーとかっていう部分が面白さの部分でもやっぱ幅があるっていうのがよく。いい部分でもあるので、まあ、それを改めて原作見た時には戦闘としてすごく掘り下げられて戦闘の中でのいろんな幅は持ってるんですけど、まあ、そこの広がりっていう部分はちょっと少なかったので、まあ、これ進化の余地があるなと、はい、思ってやった感じですね。敵に最初に見つかるかこっちが先に見つけるか敵が先に見つけて攻撃してくるかっていうところの駆け引きがまあ成り立つように、敵が最初プレイヤーを見つけてない状況っていうのを結構作ったりして、でそこでストレスができたりとか、まあ遠くからあの今回ボルトスロアっていう武器があるんですけども、それだと発射音がしないんで撃った自分の位置が相手からわからないんで、それで結構別の遊びができたりとか、まあ、見つからないように殺していくみたいな遊びができたりとかっていうのを結構、まあ、バリエーションとして用意してますね。まあホラー要素で言ったら、まあ、サバイバルホラーではあるんで、まあ、一応あの武器が有限っていうのが結構あの、まあ、原作はナイフが無限に使えたんですけど、今回強くした代わりに有限にして、
そこでまあなくなったら使えないんだよっていうところでプレッシャーを与えたりとか、まあ、そこら辺でちょっと緊張感を出したりしてますね。今回ってすぐ後ろ向けるんですよね。原作って、まあ、クイックターンはありますけど、やっぱ後ろ向くのって結構苦労するので、後ろにいる敵を戦うの難しいっていうのがあったので、そこの違いによって敵全体に、ね、そこに対する行動が増えてたりとか、大きく変化はしてますよね。すぐこう横に避けられるんで、うん、まあ、飛んできてもすぐ横に避けられるっていうのは結構原作と違うんで、そこでまあ結構ボス戦も違ってたりします。まあ基本的に原作と同じ攻略をもう一回させるのもつまんないんで、そこはあえていろいろアレンジしてますね、はい。でバイオ4ってすごい面白さの特徴として、とにかく飽きさせないっていうのがあると思うんです。原作も次から次へといろんなシーンで戦闘はするんだけど、いろんな違うことをやらせて、場面場面で全然同じことを繰り返してる感じがしないっていう、まあ、それもあったので、まあ、そのゲームの幅を広げるっていうのは RE4 の、まあ、ゲーム性にも、まあ、かなり親和性はいいんじゃないかなっていうところも。ビレッジでいうとなんか魚取ったりとか肉取ったりとかでちょっとしたパワーアップができたりとかっていうのはなんかちょっと入れてみようかな、まあ、全然違うものにはなったんですけども、サブクエスト的なものが生かされてる感じですね。 I see you took care of a request. Well done. ねえ、まあ原作の流れ自体はすごいよくできてたと思うんで、とか敵が、まあ、順番出てくるみたいな構成とか大枠はそんなに大きくはまずくはないと思ったんですけど、まあ、もう一段ずつこう掘り下げていけるんじゃないかなっていうので、その辺の原作にあったホラー的な部分を今回はより怖くできないかっていうのでアプローチしていった感じですね。なんでよりメリハリをつけるみたいな、はい、のをちょっと意識していった感じだと思います。まあ特にその当時、まあ、あれが受けたのっていうのはそのシステム的なその斬新さっていうのがまず一番大きくあったと思うんですよね。でそこに関してはもう、まあ、もちろんリメイクするんですけど、同じものをさすがにもうやるのは無理だろうっていうのも最初から分かってたので、そこはもうあえてチャレンジではなく、それを今むしろその後で進化していったシステムをある程度入れつつ、新しい形のバイオフォンできれば、まあ、十分そこはユーザーの皆さんも喜んでもらえるんじゃないかなっていうので、まあ、ある程度そこはもう新しい操作性でバイオフォンが遊べるっていうところをまず体験してもらいたいなと。そうですね、知ってるからって動画で済ませないで、実際に手に取って操作してみて新しさを感じてほしいですね。